ああ、この世界に降り立ったよ、ついに。強いよ、これ。このクリスタルスカルの野望が知りたくて来たんだけど。おお、愛の審判者、ブン。うお、絶対回復させんぞ、お前。いてへへ。なんかやばい、変態出てきた。え、何あの全裸の変態、マジ怖い。今回の青ネギとか。そっぽい。やっほー、楽しそうにしゃべるんです。あ、なるほど。あ、ごめんなさい、ドラゴンさんの見せ場だったのになかったです。よし、どうやるか。おいおい、よっしゃ、ケツ取った。やるしかない。はい、どうも皆さん、こんにちは。というわけでね、今回はダークソウル3のね、実況をね、始めていきたいなと思います。いや、1、2と続いてね、3、ついに出ましたね。え、まあいろいろ長話したいんだけど、さっさと始めろって声もあるかもしれないんで、とりあえず、プレスエニーボタンで、このワチワチは右上でやるんですけども、そうね、ダークソウル2をね、約2年でやっとクリアした私なんでね、まあ、3はサクサクっと3年ぐらいでクリアしてやろうかなっていう、この辺の規約はまあどうでもいいと言いたいんだけど、ちょっと待ってこれ。相変わらずね、多分ね、パート1はね、なんか最初ダークソウルってちょっとムービー投げからさ、あら、なんだおうおうおう、マジか。それはしゃあない。そう、ムービーが長いだから、多分パート1はね、結構ね、なんだ、ムービーになっちゃうから、なるべくそういう場、それで大半がムービーだーってなっちゃったら面白くないと思うんで、なるべくね、こう、パート2を早めに出そうとは思っているので、まあ、この辺はとりあえずいいか。あ、あれだ。いや、待ってよ。音がな。はい、というわけで、じゃあ早速、ニューゲーム。はい、かがり火が見えて竜が見えないように違います。この辺は全部カットでいいんだけどな。まだ竜が見えないようにしたいんだけど、あんまそうするとさ、みんなが見えないからさ、ちょっと明るめでいこう。ちょっと明るめでな。はい。で、まあこの辺は、でこの辺のオプションもやるんかい。まあ、とりあえずこれ全部最初これでいいでしょ。Yes, indeed. Yes, indeed.ムービーの時はね、黙るかどうか悩むよね。だムービー真面目に見たい人もいるかもしれないし、黙ろうとは思うんだけども。とりあえず私は飲み物でも飲んで、ちょっとゆっくりするか。The pilgrims discover the truth of the old words.玉座は甘え。キューパターンしちゃった。もう眠いんだ、パトラッシュ。あれ、俺 Wi-Fi で繋がってたっけ。ちょっと待てよ、お前、これ。Tharan's undead legion, the abyss watchers.
abusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Will abandon their thrones. ここのシーンがめっちゃダックスワンっぽい。The unkindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder.So it is that Ash seeketh embers. というわけで、ここで早速キャラクターメイキングトワイムなんだけど、今作はなんかちょっとどうなのかな。とりあえず名前はね、みんな大好き、アメだ。みんな大好きね、クリーご飯でも確定的に明らかなんだけど、でとりあえずこれで確定する。性別はね、わし男なんでね、男で、けどこれさ、男かどうかとかって問題じゃないよね。ちょっとちゃんとさ顔見せてくれないと分かんないね、ボディとともにね。ちょっと待ってよ、これで一旦キャラメイキングタイムでもしてみようか。いや、ちょっとそこまでカット。はい、というわけでできました。これがね、ダークソウル3のクリご飯となります。いやまあね、結構ね、4からねイケメンが作れる。ほらすごいイケメンでしょう。まあちょっと親しみを込めてね、3ってことなんで、ちょっとここに傷を3本入れさせて、でまあちょっと女子力高めたいなって、ちょっと可愛さもアピールしたいなと思ったんで、ちょっとこうね、髪型もツインテールというか、なんていうか、暗殺教室でいうところの渚ちゃんスタイルっていうかね。でそんな感じでね、あと右目が赤いのはね、これ仲間がピンチの時に覚醒するっていう中二設定はらんでるから、それが生かされたらいいなっていうね。まあ基本的にソロプレイなんですけどね、僕ね。はい、というわけでこれで作成終了ね。栗ご飯ね、ちゃんとね、持たざる者、OK。はい、始めます。ん？ちゃんとランケーブルに戻したと思ったんだけど、ちょっと、今さっき何のエラーだろうな。今なんかちょっと不安定らしいし、ちょっと改めて、はい、ポン。あるやんけ。あ、なんか出てきた。あれ俺か、俺か、わし墓地から目覚めていくスタイル。おお、惜しいですねこの肉体美よ。もう筋肉質やからね、現実のヒョロご飯と違って、こっちはむきご飯やからね。おお、おお、強そう。ああ、この世界に降り立ったよ、ついに。強いよ、これ。これは覇者の面ですわ。お、ちゃんとメッセージが。カメラ操作、ワートルワイ。お、いいね。やっぱ4だから綺麗だな。あ、もうこの、ね、見せつけていくスタイルよ、この、足を。お、なんか早速売るやんけ。持たざるものだけど、今回ちゃんと武器があるな。ふん、これジャンプ強攻撃をいきなり見せていくというね、この完全にちょっと前までダクソー2やってた人って感じのこの感じよ。お、なんか落ちてるけど、おー、怖い怖い怖い。あ、今回から MP またあんの？ FP っていうのがあったな。本作から帰ってきたらね、これどっちがいいの？とりあえずあっち行くか。アイテムあるしな。
これを取らなきゃね、始まらないのよ。エストの配便。エスト？エスト便とは違うのか。なんか消耗品タイプってことか。ガードしとる。なんか、すでにチュートリアルの時点であっちこっち行く場所があるな。これはじっくり探索したいところ。で、バックスタブもちゃんとあるとね。完全に掘ってくださいと言わんばかりの体勢だったけど、ここは発展場かな。そっか、発展場墓地。恐ろしいですね。やるの、やるには場所は選ばねえって。おーおーおーおお、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、イエス、君に。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け。いきなり火やって怖。木の棒でボコボコですわ。で、なんかあっちこっち行く道はあるけれど。おお、考えて、エストミン最初、3本しかないのねと。無駄に強豪機ジャンプ、消えかけのソウル。そういえば、なんか最初にアイテム選べるんだけど、キャラメイクの時に。そのアイテムは、なんかね、炎武器を作るためのものにしました。なんか他になんかちょっと面白そうなのあったらそれにしようかなと思ったんだけど、今作なんか情けだったんで、いや一番下の白枝ってやつもなんかよく分かんなかったけど、だからネットプレイな予感がしたんでやめといた。あ、いやネットプレイじゃねえわ、あれ擬態だったわ。ネットプレイのあのあれか、ひび割れた赤い瞳の、まあとりあえずね、アイテムは拾いつつといったところで、さて、他に探索する場所どっかあったっけ。ここからさっき行って、この奥は行ってないのか、まだ。あのはまっすぐ行ってしまえば OK な気するんだけど、あ、違うかな。あ、ここ走りずれ。この、こっち側はちょっとこう、行かなくていい場所かなと思ったら、実はこっちがメイン通路だったみたい。なんかすげえ、キラキラ光ってるクリスタルみたいなやつがいる。ちょっとだけ待って、ちょっとだけ待って。これジャンプは、あ、ジャンプこれか。おお、なんか今、ヒュッて止まった。てか、あれだね、やっぱ、なんかこの泥とかのこの表現っていうのかな、ほら、背中が汚れたりしてるの。これが PS4 よ。こっちは何だろう。あ、やっぱあっちが正規ルートだったのかな。わかんねえな。チュートリアルの時点ですごい行く場所があれなんですけど。おお、白いファントム。おお、あ、やっぱこっちなのかな。なんか北の不思議みたいなとこがあるし。どうしよう。なんかやっぱ道はこっちなのかな。あれ、ちょっと悩むな。あ、かかり火あるやんけ。もうかかり火あるやんけ。イエーイ、かかり火を灯す。ふひゅー、急速。やった。あ、立ち去るしかできない。あ、もうこの時点で、もうチュートリアルっていうか、もうここからもうステージって感じなんだね。なんか今までとちょっと違うな。ということで、あそこのクリスタルゾーンも行ってみてもよかったっちゃよかったのか。おー、やるかお前、やるかお前。はい。一発で死ぬからな。じゃあちょっと待ってよ。これだとどうやるんだ？ちょっと待って、操作方法がわかんない。戸惑う。そう、装備ちょっと見てみよう。ウォークライっていうのがある。そう、なんかね、今回からあのなんか戦技っていうのが追加されてるらしくて、それが俺よく分かってないんだよな。シールド馬車、縦にもあるんや。そしてこのダメージカット率の低さよ、41で、41で、え、コンボとほとんど変わんないじゃん。これは飽きませんね。本当にさっさといい装備にしないと。てかむしろ縦いらないじゃんね、これも。もうここですでに縦はあまり発動してんじゃないの。おいおい、あー、そういう感じにモーション投げ、ちょっと焦ったわ今。よし、あ、やばいやばい、後ろにいる、後ろ。あー、落ち、いいって、いい、死ぬ、もう死ぬ、怖っ。うん、おいしい。アラレス瓶全然回復しねえ。思ったより回復しないぞ。くまなくね、探してね、ガバガバを減らしていく、この。おお、あ、槍かー、ここで。しかもここで弓もいる。これはつらい。魔法が使いたい。戦技が、戦技、ウォークライって何やろな。
まだ見ぬ俺の技たちが。この盾が意味あるようでないからな。あ、ちょっと待って、これあかんやつやわ。早速俺死ぬ。おーおーおー、あ、しまったしまったしまった、すいませんでしたすいませんでした、やめてください。盾で防いでもほとんど防げてないんです。よし、とりあえずケツを回って、ふん、あら、ふん、よしよし、いいぞ。火炎壺、これがね初期の頃は結構有用ですからね。よしよしよし、とりあえずとりあえず取ったぞ。ボロボロになりつつ取ったぞ。しかしそうだな、やっぱりまだ先に進まないとソウルを使えないからレベリングできないっていうこの辛さがあるね。さっきのクリスタルゾーンが気になるけどな。うわ、なんか墓あるし、ちょっと一回かかりびり休もう。ちょっと辛いし、これはいろいろとカットがはかどりそうですね。戦技のやり方があった。右手持ち時にエルニを押すのか。あ、ちょっと待って、ちょ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 、待ってください。どれどれ、おう、えよくわからなかった。相手をひるませるとかそういうやつかな。へえ、これでもどうなんだ話を。おお、あ、もうすでに盾だったら R に押したら戦技出ちゃうの。シールドバッシュがもう戦技なの。 FP はどう回復するの。 FP は自然回復はしないの。説明書ちゃんと読めばよかった。とりあえずだ、このクリスタルスカルの野望が知りたくて来たんだけど。おお、やめなさい。おーっと、あー、しまった、痛いよバカ。結構張り付、あ、痛い。これ結晶トカゲかもしかして。強い。